はい、どうもサクッと美味しいポッキーです。今回はですねスーパーマリオメーカー実況プレイやっていきましょう。今回もですね僕が作ったステージの紹介はありません。次回にご期待ください。いやまあね、あの前回も自分の作ったステージの紹介しなかったんですけど、なんかそっちの方が皆さん的に良かったみたいなコメントがたくさんあったので僕は拗ねています。ということでやっていきましょう。ではプレイ早速やっていきます。世界のコースや皆さんが作ってくださったステージをプレイしていきます。はい、やっていきましょう。一つ目はですね、タイミングジャンプということで、なんかね、変わったステージっぽいんですよ、このサムネイルを見ても。なんかこんなステージ見たことないよね、ということで、いいねランキングにあったのでやっていこうと思います。で、遊ぶ。まあでも、クレイツ 22% なんで、サクッといけそうですね。やっていきましょう。どういうステージなんだろう。大砲がいっぱい見えたけど。なんだこれ、なんだこれ、なになに、どうしたらいいの？え、ジャンプ？ジャンプしたらいいの？死んだじゃねえかよ、マジで。ちょっと待って。え、どういうこと？なんかゴールのところに行けばいいのかな。1アップするけど意味ないよそれ。どこでジャンプすればいいの。タイミングを見て、いつ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 だよ、全然わかんねえ。ゴールに近づいた時にここ、やったイエーイ。おーい、ゴールさせてあげて、マリオかわいそう。右のその大砲いらなくない。ということで無事クリア。面白い、発想の勝利ですね。ということで次のステージ行きましょう。はい、ということでやっていきましょう。こちらは視聴者さんが作ってくださったステージです。マリオメーカーの実況頑張っていますよね。たまには鬼畜でもなく、簡単すぎないコースをやってみていかがでしょうか。ということで、やっていきましょう。P、コウメイトラップということで、絶対コウメイさんいっぱいあるんでしょうけど、とても、嫌な感じがしますが、やっていこうと思います。まあ、でも、難しくもないと書いてあるので、行きましょう。おっと、なんだこれ。入るのかこれ、普通に。いい？罠じゃない。大丈夫。よし。入りましたね。なんで上から！ん？これ無理じゃない？あ、孔明あるんだ、多分。わかった、そういうことか。あの亀を孔明で。今すぐこれ！やっぱりな。こいつかわいそう、なんか。あ、そして前のドッスンを地味に避けてる俺。まさか自分で避けたね、ドッスンに当たる人なんていませんよね。ということでやっていきましょう。ここはなんだ？花ちゃんに乗る感じか。え、そこ当たんの？あの土管入れるか？上？いや、上とか無理だろ。ちょっと待って、ちょっと危ねえ。あ、なんか来た。入れた。やった？やったか？なになに？どっちかってこと？右か左？ちょっと上もあるんだけど、上もう上がれないもんな。壁キックできないし。俺は、左。決めたぜ。よし。あ、これ正解じゃね？普通に。これ、ポキさん、普通に、動画的には全く面白くない。正解選んじゃったと思ったら、これはまさかの失敗でしたね。これ多分。だってもう、上にも上がれないし、そうか。そうな、精神的に来るやつね、これ。だってもう、俺、針に自分から抱きついて死ぬしかないんだよ。どんな気持ちだと思う？鼻が開けたる、鼻の先っちょが当たる、痛い。最悪じゃねえかよ、マジで。これ、どれか右行けないかな？右行けないな。あ、危ね。待って、さっき左行ったから右でいいのか？で、右って右の上、あ、え？あ、普通に行けた。ちょ、普通に行けたんだけど。え、こっち行ってみる？一回。何が待ってる？そこ？え、つまり、ちょっと待って、つまり、ここで正解なのか？まさか。いや、正解じゃないわ。なんだよ、もう。結局、だから、どっちみち無理ってことでしょ、これ。だから、ここじゃないってことでしょ、もう。最悪。針大好き。なんだ、このマリオ。針が大好きなマリオのご登場です。つまり、飛んで！おお！来た！待って、右もある。ここも入れそう。どっちだ？いや、こっちから行くしかない。信じろ。矢印を。頼むよ。おんなじー。あ、いけんじゃん。ちょっと待って。あの花ちゃん、罠だったのもしかして。なんか花ちゃんって毎回見るたびにたこ焼きにしか見えないんだよな。ということで、右に行きましょうか。矢印を信じて。ないよね、孔明とか。オッケー、怖っ。じゃ、孔明気をつけていかないといけないね。右何？あれ、綺麗ってだけだよね、ただ単に。あるよ、俺は。信じるよ。よし。何が待ってる？なんか来た、なんか来た。待て、危ない。ちょ、押される。よし。オッケー。あれ、本当は押されていくっていうパターンなんだろうけど、俺はシステムの穴をついていくから。何これ、地味に難しいぞ。ちょ、待って、俺、これすごい苦手なやつだ。待てよ。まず、孔明チェック。ない。オッケー。待って、これすごい苦手なやつ。サスケでもこんなのないよ。オッケー。危ね。サスケファイナルステージより3倍は難しいね、これ。待って、手が震える。よし、いいよ。で、勢いでいっちゃおう。危なー。危ね。
待って、矢印下になってるけど信じない俺は。よし、どうする？オーケー。え、クリボー出てきた。めっちゃ出てくる、めっちゃ出てくる。なんだあいつら、なんだあいつら。え、多くない？あのクリボー。降りようか。降るしかないもんね。よし。やばい、入れない。みんな、クリボーの雨が降ってくる。ちょ、危ねえ。はてな。でも晴れなんだよみんな。透明ブロックあるみたいな。怖い。なに？え、なんもない。え、ビギン飛んでみる一回。信じろ。なんもねえ。制作者さんはね、このステージ、鬼畜じゃないって言ったけど、鬼畜だよ。入れた。よし、ここか。なに？三つのうちどれかが正解？パウブロック、P スイッチ？ヘルメット。まあ、とりあえずヘルメットは被ろう。オッケー。で、どっちかだよね。P スイッチかパウ。絶対 P スイッチの方が万能。いや、待て、パウか？うわ、迷うな、これ。いや、俺は P スイッチにかけてみる。頼むぜ。ポッキーの P。そうだろ？このステージ名もね、P がついてたんで。やっぱりな！うん、うん。勝ちだ、僕の。何？これ何？これどうやっていくの？これ。これだって死ぬよね？だって。え、待って。みんな。やばい。ちょっとこれどっちが正解だったの？え？パウブロック正解だった？もしかしてこれ。いけなくね？これ、倒せんの？やば！パウブロックかな？押しとくのかな？まさか。押しとくのかもしんない。待って。押しといたら効果が長続きするみたいな？じゃ、ヘルメットちょっと一応もらっときましょうか。よし。危ないんでね。いくよ。ゴー。で、入る。これだろ、絶対。頼む。やっぱりか。そして、待てよ。ここ大丈夫、クラティ。で、ここで使う。いいね。だが最悪だぞ。落ち着け。こいつ、こいつ、全然 OK じゃねえ、右上。あいつなんで死ななかったの？あ、お前もう、嫌い。この、ドッスンを倒すためには、いや、やっぱ、一体残るのか、絶対。待て、お前マジで待てよ。こいつマジで苦手。俺が一番苦手な人種。お前絶対友達とかいねえだろ。俺も一言言えねえけど、今、よし！オッケー、オッケー。で、何？右にベルトコンベアがあった。信じろ。やっぱりか、やっぱりか、なんかそんな。さあ、来たぜ。絶対にこんなに勢いよく走れるところあると思ったんだけどね。体が止まらなかった。もう一個警戒するよ。ありそうだから。ないか。危ない。ないないない。よしよし。行くよ、飛ぶよ。何が待ってるんだろう。ゴー！何、どうすん？やばい。ちょっと待って、ゴール。来た。やった、オープンで。しゃーやった。鬼畜じゃないステージって書いてありましたが、鬼畜でした。僕は許しません、絶対。はい、ということでやっていきましょう。次はですね、踏み捨てられたヨッシーの末路ということで、僕もね、かなりの数のヨッシーをね、踏み捨ててきたので、ちょっと、恨まれてそうなんで怖いですね。ということでやっていきましょう。よし、どんなステージだ？なるほど。これどうやっていくの？え、待って。え、待って、これどうやっていくの？え、飛ぶの俺これ。ヨッシー上にいるけど、ヨッシー、かわいそうなんだけど、あれチェーンソーやられてる。待って、これどうやっていくのマジで。え、スピンジャンプ？いや、無理だろ。ちょっと待って、待って。タイミング合わせて、ここで、スピンジャンプ！オッケー！来た！なんで？え、めっちゃむずい。ちょっと待って、めっちゃむずい。オッケー！来た！超えた。左にキノコあるな。あれはぜひとも取りたいけど、すごい命がけで取らないといけない。あんなキノコ。いや、取らない方がいいな、あれ。逆に死にそう。怖い。しかも、ここ、だって、ちびキノコじゃないといけないもんね。待てよ。え、待て、これどうやっていくの？え、待って、これどうやっていくのマジで。ヨッシーが欲しい。ヨッシーが欲しい。今、ヨッシーが一番欲しいと思う。飛べ！あ、来た。余裕だ。よし！ヨッシー！なんてこと、なんか下でビョンビョン跳ねてるヨッシーの音がする。どういうこと？あ、上か。上でなんかバネだけ見えますね。ヨッシーの姿は見えない。なんて脇役なキャラなんだ。待てよ、これは、スピンジャンプだな。そっち側か。逆だと思ってた。ドスの方に行ってると思ってた、その、ベルトコンベア。来た！いいよ。で、落ち着いて。右に行くんだね。いいんだね。行くよ。信じるよ。自分を。オッケー！あぶねえ！よし、ここ大丈夫。待て、でもこの、パクパクしてるやつ、こいつにスピンジャンプしたら死ぬんだよ。だから、ドッスンの上だけ行くよ。行け！よし、よし。で、どうすんの？どうすんの？あぶねえ！オッケー！いいよいいよいいよ。もうだいぶ来てる。ああ、やった。あ、ラッキー。倒せないんだね。なるほど。そういうことか。え、どういうこと？は？どういうこと？え、この上行けないよね、だって。
ヨッシーが下でまた削られてる卵がかわいそうに、なんであんなにひどいことするの？え、待って、これいけなくない？え？食らっていけってことか。なるほど。今だよね。これ食らうしかないよね。え、いけない。え、みんないけない。ちょ、ストップ。ちょ、やばい。はまった。はまった。え？あ、わかった。そういうことが終わった。みんな。みんな終わりました。あ、でもこれもう一回入れば、復活しろ。これ、キノコ復活しないと絶対無理だ。こっから入るってことでしょ？あいつが降りたとき、いや、上がってるときだ。上がってるときに行く。よし。で、ここで、ま、待機。で、早く、早く、早くして、早くして。行け！よし！来たー。来たよー。なんか右でブラブラしてるー。なんだよ、あれ、祭りの風船みたいな、水風船みたいな。あ、ちょっと危ない、危ない。ちょ、近寄ってこないで、ほんとに。え、あいつの上って、ジャンプできるのか。うわ、ヨッシーがいるけど。待って、怖い怖い。ちょ、来んなよ、来んなよ、マジ来んなよ。え？どうしたらいいの、これ。あいつのやつスピンジャンプできるのかな？いや、できなかった。だって終わりだよね、ゲーム的に。あ、ちょ、こいつの上行けんのかな、もしかして、スピンジャンプで。あ、普通に行けました。じゃあ、右に行って、行け！よし！超えた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 。でも俺がヨッシーの卵を踏み潰したことは、みんなに知られている。でもまだ助けられるヨッシーちゃん。俺は信じてる。なになに？なに？落ち着いて！バカ。行くよ。しっかり溜めて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 、ここでジャンプ。完璧。よし、いいよ。もうそろそろゴールでしょう。さすがに。上もある。なーに？よしよ、めっちゃ倒してる。え、待って、あのドアも気になるけど。あ？なにこれ？入ったらびっくりした。入ったらコウメで逃げれないかと思った。なにこれ？めっちゃ笑われるんだけど。めっちゃ切り刻まれてる。よしの卵が。見たくなかった裏側。ってことで行きましょう。なんであんなひどいこと見せるんだ。なになになに、なにこれ、どういうこと、入れないよね。あ、そういうこと。待って、帽子かぶりたい。帽子は大切。よし。で、で、危ない。うわ、なんかいる。よし、落ち着け。戦う必要ない。マジで上だな、これ。多分下じゃなくて。やめて、帽子が抜けた。なになに、うわ、ちょっと待って、ひどいなこれ。やばい、危ない。待て、上を行こう。ひたすら上を。危ない。待てよ。うわ、最悪だな、あいつ。あいつ、危ね。なになになに、待て。なんかめっちゃ死んでってる、あの上のドッスン。待て。うわ、落ちてった。クッパ。よし、いいぞ。やったやったやったよっしゃ。よし、助けたぜ、お前たちのこと。ありがとう、本当に。鬼畜ステージ、久しぶりにやったけど楽しかった。イェイ、ピース。ということで、次のステージ行きましょう。はい、ということでやっていきましょう。ドライブは安全で、油断してると危険がいっぱいということで、なんか車が走ってるようなステージですね。面白そうですね。やっていきましょう。遊ぶ。少し難易度を下げたステージらしいです。はい。全然基準がわかんないんだけどね、少しの。なんだなんだ。待って待って。これ青に乗ってくの？え、落ちた。待って。みんな、俺の車行っちゃった。ちょ、助けて。え、もう悪い？これ、もしかして。信じろ！自分を！ダメだよね。うん、そんな気がしてたわ。つまりだよ、速攻で乗らないといけないってことね、あの車に。素早く、どっから乗るんだ。はい、乗ったー。はい、入って、入って、入って。よし、何お前、一緒に乗ってくれてる人？運転手、あ、キノコ消えた。最悪。待って、待って、待って、危ない。何こいつ、運転手？それとも家政婦、俺の。いいって。お前は誰だよ、言って。なんで天井突き破ってくんだよ、俺の人の車のお前。危ない。よし、で、キノコしっかり取ろう。キノコをしっかり取りたいから邪魔だよ。早く出てきて。よし、オッケー。このキノコあるだけだいぶ違う。いいね。マーカー、なんで入れちゃったんだ俺は。あいつを、あんな爆弾やろうよ。ちょっと待って、ちょっと怖いから落ち着いて。またキノコだ。いらないキノコ、やばい。よし、なんか来たよ。潰せ。あ、やばい、爆発する。ちょっと待って、車の中にとんでもないもの入れちゃった。うわ真っ二つになったんですけど、車が。やばいやばい、こいつ針出してくんだ。ちょー、難しい。待て、よく見て。よしよしよし、ここら辺聞けない。でも上から落ちてきそう。なになになに、あー、なるほどね。顔を見せてれば大丈夫。よし、こいつらはね、恥ずかしがりなんですよ。コミュ障なんですよ、僕と同じ。オッケー、あいつらの気持ちは分かってる、人一倍。これはなんだ、テロ犯だったか、お前が。そして上のこのハテナブロックは当てない。もう一回プレイしたらいいね。よしよし、で、ここ多分キノコ出ると思う、真ん中から。ほら、俺の読み当たってる。まあでも余裕ですね。なに、なんか爆発する。下でハンナちゃんが俺の針にやられてる。なになになに、なんか嫌な感じするよ。
ハラちゃんめっちゃ怒ってんだけど、なんであいつ、なんであんな怒ってんの、何に聞いてん、ああ嘘、ちょっとやばい、やばくない、え、ま、え、え、ちょ、逃げろ逃げろバカなんだよこれ。皆さん車ボロボロになりました、どうしよう。でここなんか謎のなんかあるんだよ、なんかあるね、これに乗って上か、待て乗れ、よし乗った、なんかよくわかんないの乗った、待てよ、おい切れるぞ、早く早く急げ、え、え、帰ってた帰ってた、あゴールある、これに乗っていけば、いやいやおいベルトコンベヤーどうしたんだお前たち、それ、おお震える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 シェイキングということで、ご視聴ありがとうございました。マリオの通勤風景がねご覧いただけたと思います。はい、地獄絵図でしたねということで、もしこの動画楽しんでくれたらぜひ高評価ボタンを押してね、次回こそはコースを作りたいですね。ということで、もしこの動画を楽しんでくれたらっていうのはさっき言ったんで、ポッキーでした。また次回お会いしましょう。